はいえー、よろしくお願いいたします最近よくあの聞く言葉であの墓じまいっていうのがありますけれどもうち、あのーまあ、はあまり今までなかったんですがここへ来てポツポツと、まあ、そういうのが出てきましたで今日はですね墓じまいと惣骨ということについてお話し,しようかなと思います、えー、墓じまいなんですけどあのこの間もうちに檀家さんが来られまして医者さんを連れてきて 見積もりとかを出させるっていうことで来たんですけど案外と簡単にこう考えてる方が多いようなんですがあの墓じまいっていうのはする時にはちょっと、えー、手続きがいります一つはお寺に、えー、埋葬証明書というのを書いてもらいますそして、えー、市町村の、まあ、に行って、まあ、改葬するという証明書をまた出してもらいます。 これは役所のです、ね、住民課とか戸籍課ととかか、まあ、そういううういいとととこころに行ってて、まあ、出してもらうということですそれとともにもう一つあの今度入るお墓の方ですねそこの方で受け入れ証明書というものを書いてもらうというような手続きがいるということです。まあ、これは要するにお骨というものがどこに行ってしまうか分からなくなってしまうということを防ぐためにあるものだと。 いうふうにご理解いただければいいのかなというふうに思います。で、あの、たまに聞くんですけど、あの、その墓じまいをしようとしたらですね。離檀料、まあ、高額の離断料を請求された。まあ、そういう話も聞くことがあります。で、私が思うには、これ、多分その。相手のお寺さんですね。今ある。お寺さんを怒らしてしまったのではないかなと、まあ、いうふうに。 思います、えー。あの、先般やっぱりうちに来た方で。えー、まあ、その本人が一切来ずに、突然行政書士という人から連絡が来てですね。墓じまいするから、証明書を書いてくれというようなことが来た。ことがありました、えー。これはちょ、ちょっとだけムッとしたんですけど。あの、まずですね。まあ、こう、今まで、こう、長い。お付き合いが。あるわけです。今まで、まあ。 お骨を預かっているら、まあまあ、まず本人がそのお寺に来て、えー、まあどういう理由で墓じまいをしたいのかとか、まあ、そういう話することが先決になるんじゃないかなというふうに思ったりするわけですでそういうことをしないもんだからお寺が怒ってしまったというようなことがあって、まあ、そういう,こう離断料とかそういう話になってくるのかなと思います。 まああのまあ、お寺によって実際にこう入団料とか離団料とかいうのは発生するところもありますし、えー、まあそういうものがないところもあります、ね、うちなんかでは入団料もありませんから離団料っていうのも特にはないんですけど、まあ、それはお寺によって違うかなというふうに思いますで一番簡単なのはあの墓じまい墓じまいっていうのは要するに、まあ、その墓石を撤去して、まあ、更地にするということなんですが、えー、したあとですねあの まあそのお寺に永代供養墓みたいなのがあればですねそこに移せばですねあのまあ,あの特別な書類っていうものは必要ではなくなる、まあ、同じ敷地内にあるところなんで、まあ、お寺さんがまあそういうことをちゃんと移動したっていうことを理解していればそれで済むというのがあるんですね。ですから、まあ、簡単なのは墓じまいをしてあの そこににある大供養場というに移すすとといいうのが一番簡単かなと思いますしかしながら、まあ、新たにです、ねまあ、こう自分のとこまあ住んでる近所にお墓を求めるということになるとです、ね、そこにまあ移すということになるんで、まあ、そういう,こう書類とかいうものが必要になってくるとまあいうふうにご理解いただければいいのかなと思います。それからあとこの間ですねあのヤフーニュースだったかな中に出てて「倉骨」っていうのが書いてあったんですね。私その倉骨ということを 知らなかったんですけど何だろうなこれと思ったらですねゆうパックとかそういうので、えー、お骨を送ってですねお墓、まあ、永代供養のお墓ですね入れてもらうというようなことらしいです。でまあ私なんか古い人間というかなんでお骨をゆうパックで送るというのは非常に抵抗があるんですけどまあこれもですね、まあ、こう少子高齢化の問題があったりとか。 その本に残されたものがですねネタ切れになってしまっている、あと親族とかがいないとか、まあこういうことがあるのかなということと、まあ、要するにいうか自分で運べないということですね。まあそういう方はまあこう致し方ないかなというふうには思います。あの例えばまあこう震災にあったとかですね、まあそういうことでまこう動けないとか、まあ、いうこともあるかなと思いますので、そういう場合はしょうがないかなと思いますが、あのまあ、できればですね、ちゃんとちゃんとというか、まあ、普通に まあ、あの手で持ってお持ちいただくというのがいいかなというふうには思います。であと,、まあ、あとまあ住んでるとこが遠方であるとかですねこれはあのコロナの時も、まあ、影響してんのかなというようなこと,ことも影響してんのかななんていうふうにも思ったりしますけどあとまあ,あとちょっとややこしいというかものとして先代というかおじいさんおばあさんの兄弟生涯独身でいたためにそのお骨をまあこう。 家にあるとこのコツを、まあ、こうずっと置いておくわけにはいかないんで、まあ、どうにかしたいと、まあ、こういう話も聞いたりしますただしこれに対しては批判もあります、えー、供養の頃を軽視しているとかですね信仰心をなくしてしまうとかあとはですね郵送、まあの場合、まあ、まずはないとは思うんですけど紛失するリスクがあるということ。あと、まあ、地域によってこれは によってはですねダメだと言ったところもあるみたいですね。ああ国民の宗教感情に反するとか言ってですね、まあこう葬骨はその地域ではあの許可しないとまあいうような地域もあるようなんで、まあそこら辺はですね、まあこう聞いてみることが大切かなということを思います。それとですね、あとまあまあその要するに葬骨の場合はですね、撒いてしまうというかまあ土に返してしまうというようなことをやるんで、えー、またですね、木が変わってですね。 お墓に戻すと、まあ、新たに奥箱を作って戻したいと思ってもですね。それはできないとまあ、いうようなこともありますそこら辺の音もですね。こう,こうよく聞いて考えて、まあそういうことはしていただきたいな。とまいう風に思ったりします。案外とですね。まあ、この墓じまいであるとかですね。まあ、踵骨ということに対しては知らない方が多いかなと思いまして、えー、今日はそんなお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。